こんにちは、マスです。今日は実質金利について説明していきます。金の投資をするんだったら絶対知っておくべき知識です。基本的に金を持っていても金利はつきませんから、金利が上がると米国債なんかの商品にお金が流れちゃうんです。そうすると世界中からアメリカにお金が集まってきますから、ドル高になります。 その結果、金が下がると、まあ、こういう流れがあるんです。だから、金利には注目しましょうと言ってるんですけど、しかし、金利といっても、名目金利と実質金利があるんです。注目すべきは、実質金利です。先週、ドイツのコンメルツ銀行がレポート出したんですけど、ここではこう言ってるんです。金の価格は年内に、 2000ドルに達する可能性があると。その根拠が実質金利なんです。実質金利の計算方法は、名目金利引く期待インフレ率です。名目金利というのは国債の利回りです。現在のアメリカの10年国債の利回りは1.5%ぐらいです。そして期待インフレ率っていうのは、将来のインフレの予想です。 企業とか金融市場関係者なんかが将来のインフレはこれぐらいになるだろうっていう予想です。現在のアメリカの期待インフレ率は2.38%です。ですので名目金利、つまり国債の利回り引く期待インフレ率で実質金利は現在マイナス0.85%です。 仮に名目金利が5%でも期待インフレ率が3%だったら実質金利は2%になっちゃうんです。逆に名目金利が2%で期待インフレ率が3%だったら実質金利はマイナス1%です。ですので貯金していても実質お金が減っていってるんです。貯金をしていても お金が減ってしまいますから、だったらゴールドを買おうかなって思いますよね。アメリカの中央銀行は物価上昇率が2%を超えてもすぐには金融政策を変更しないって言ってるんです。現在のアメリカの物価上昇率は2%をとっくに超えてるんですけど、それでも利上げはしないと ま、金融政策の変更はしないと言ってるんです。ですので、さっき言った名目金利の上昇が緩やかになるんです。そして、ある程度のインフレを許容してますから、実質金利は低くなりがちなんです。こういう状況を予想して、コメルツ銀行は2000ドルいくと言ってるわけです。ということで、非常に難しい話なんですけど、 金の投資をするんだったら絶対知っておくべきなんです。自分で考えて投資をしないと、やっぱりうまくいかないんですよ。人が言ったから買うとか、こういう考えじゃダメです。では今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。